ですね、東京メインレースアルテミスステークスの富ちゃんがこちらです、はい、8枠何気に強い未勝利戦組です、はい、まずこの8枠なんですが、はい、過去10年のこのレースで馬券圏内に入った30頭の枠順をチェックしてみました。6枠よりも外が強く、中でも8枠は5勝2着2回3着1回で連帯率は 31.8% と高走率が高かったです。なので今年もまあ8枠には注目したいところです。8枠はやっぱりカムニャックがいますからね。カムニャック、ねまあ、過去にはね電光安住、電光安住なんかは結構大穴でしたよね。そうリバティアイランドを破ったラベルも8枠だったということで、これはカムニャックとクレオズニードルどちらかはありそうですが、あるとしたらやっぱりカムニャックなのかなと思っちゃいますけどね。はいはい、続いて何気に強い未勝利戦組ですが、はい、過去10年のアルテミスステークスで馬券圏内に入って30頭の前走を見てみると、はい、未勝利戦組だった馬が強くて6勝2着4回3着2回で馬券に来た確率は 40% でしたので、なるほど、まあ、出世レースで新馬を勝ってきた無敗馬がまあ強そうなんですが、実は一番信頼できるのは未勝利戦組なんです。私は2頭いますので、はい、狙ってみるのは面白いのかなと思います。シホリーンと湘南ザナドゥですが、うん、これはやっぱりこの2頭ね、やっぱり、まあ、湘南ザナドゥはね未勝利戦馬が強かったし、新馬戦はダノンフェアレディでしたし ね、 でシホリーンも新馬戦は3着はめっちゃ突き放してるんですよ、うん、負けてますけど、うん、で未勝利はすごい強かったんですが、うん、ノーステッキで、はい、ただルメイがそうなんだよ、ね、ブラウンの方に乗るというのをこれをどう考えるのか、先週の件もある、はい、先週の件もあるのでここが非常に私はね、はい、もう分からなかったです。何も私にはもう何も分からない。はい、皆さんぜひヒントにしてみてください。はい。